まったく、我が殿は今年も名古屋へは来られないのか。はい、ご病弱を理由に江戸の藩邸に引きこもっておいでとか。ご病弱？殿は屋敷では数百羽の鳩を飼育し、すべてに名前までつけているほどの鳩狂いと聞く。国元では多くの民が飢饉により苦しんでいるというのに、殿はお家を何だと思っておられるのか。声が高うございますぞ。失礼します。城内に早馬が参ったよしに。その筋より聞きたるところによれば、江戸表にて我が殿ご帰得とのこと。帰得？はい、ここ数日来、殿は高熱で床に伏せっておられたよしに。なるほど、こんな情報がここまで伝わるということは、殿はすでに見まかられているのだろうな。し、滅多なことを申されますな。今頃家老どもが公儀の老中と今後を図っている最中だろうよ。ご養子の件にございますか？そうだ、我々尾張家は大殿の代より二代続けて宗家より殿をいただいているが、勤王の志を全うするには、家中より後継者を出さねばならない。次の殿は、是が非でもご連氏の四つ焼けからいただかねば。ああ、秀之助様ですか。あそこのご兄弟は、皆お小柄が良いと大変な評判のようで。しかし、家中では次の殿はまたもたやす様よりいただくともっぱらの噂ですが。ふん、相変わらずのつけがろうどもは公儀に尻尾ばかり振り折って、お家よりも己が地位が大事と見える。今度という今度は断固、宗家よりの養子は伏せがねばならん。しかし、今度もお上よりの半ば強引なお沙汰ということに。度重なる飢饉や乱によって、最近は公儀も揺らいでおる。ここは我々国元の衆が断固とした態度を見せれば、あるいは変わる可能性はあるぞ。お前らもそのつもりで、いいな。おう。初代将軍徳川家康の九男、義直を祖とする尾張徳川家は、62万石の石高を有する徳川御三家の筆頭であり、宗家に生死なき時、将軍を出す家とされた。しかし、尾張家は一度も将軍を出すことなく、藩祖義直の直系が断絶。九代宗近の代に、将軍の初子を養子に迎えることとなる。この時迎えた家なりの子、慶之助は家督相続前に会えなく夭折するも、その後も、将軍の甥である十代成友を一橋家から迎えたのを皮切りに、十一代成春、十二代成高、十三代義継と、将軍血縁者からの押し付け養子が続いた。彼らのほとんどは在任期間が短かったこともあり、国元にはほとんど入国しなかったことから、藩政は停滞し、財政は逼迫した。こういった事態に対し、藩内には大番組などの下級藩士を中心に、押し付け養子の反対運動が巻き起こり、結果、14代目にして、ようやく師範である美濃高須藩から藩主を迎えることができたのである。義勝を藩主に擁立した独立志向の藩士たちを、近鉄党、と言い、これが後に藩内の上位派として、助家老らの砂漠派と対立することになるのであるが、ともあれ、義勝の父、松平義達には多くの男子がいた。次男に本家を継ぎ、藩内の砂漠派を一掃し、鳥羽伏見以降は新政府に組みした尾張藩主、徳川義勝。五男に一橋家を継承し、維新後に徳川家を代表して政府と交渉に当たった、徳川持春。七男に会津藩松平家の養子となり、幕末の京都守護職として活躍した会津藩主、松平かたもり。八男に桑名藩主となり、京都諸子大として兄かたもりと協調し、戊辰では函館戦争後も新政府に徹底抗戦した、松平定明と、その男子の多くが一門の当主となり、それぞれがそれぞれの立場で動乱に立ち向かったのであるが、彼ら幕末で活躍した者4人を指して、高須四兄弟という。皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。というわけで今日は、高須四兄弟。と言ってもピンとこない人もいるんじゃ。はい、そこでおなじみの家系図を。高須四兄弟とは、尾張徳川家の五連氏、つまり師範である美濃高須藩十代藩主、松平義達の十人の男子のうち、
特に幕末で活躍したものが多かったことから付けられた。四兄弟の内訳は、第一次長州征伐の総督で有名な、尾張藩士徳川義勝。義勝に代わり尾張家を継いで、後に一橋家を相続して幕政にも参与した、徳川持長。そして、ご存知新選組を登用して幕末の京都の守護に当たった、会津藩主、松平容保。そして、その弟の京都諸子大の桑名藩主、松平定明のことだよな。尾張藩は鳥羽伏見の戦いの後、すぐに新政府側に回ったから、骨肉相ハムとはまさにこのことだけど。維新の運命に翻弄されたとも言えるお殿様4人。彼らの幕末における活躍は、別シリーズで個別に解説するので、ここでじっくりは説明はしないんだけど、ここでは、この4人の立ち位置がどんなものであったのか、そこに焦点を当てて解説していきたいと思います。まず、4人をそのつながり別に、グループに分けて説明するわね。義勝と持長、容保と定明だな。そうね。当然だけど、先に当主となったのは、長兄義勝。義勝は冒頭にも述べた通り、近鉄党などの攘夷派の家臣による擁立運動によって、嘉永2年、尾張藩62万石の当主となる。義勝はそれまでの放漫財政を取りやめ、倹約令を敷くなどして財政再建に努めたものの、当時の幕府の開国の方針には反対の立場であり、徳川斉昭と行動を共にし、老中の安倍政宏ら幕閣と反目した。つまり、義勝は攘夷を唱え、一橋慶喜を将軍に擁立しようとする一橋派の一人であったと。そのため、井伊直弼の大老就任と共に弾圧を受け、藩主就任わずか10年、34歳という年齢で謹慎、隠居を余儀なくされる。いわゆる安政の大獄と一括りにされる井伊の弾圧だけど、これで一旦隠居しては復権した大名が多いから、幕末はわけがわからないんだよな。その後を受けたのが、実弟の高須義達の五男、持長だったというわけなんだけど、相続の経緯から、持長は藩内の保守派、不意後藤に担がれることとなり、桜田門外の変後、自由の身となった義勝を担ぐ近鉄党などの攘夷派と対立、抗争を繰り広げるなど、尾張藩内は混迷を極めた。なんだか身とも尾張も図体が大きい分、派閥争いに大変だよな。結局持長は幕命により、文久3年、義勝の三男義則に家督を譲り、隠居する。こうして尾張藩は、義則がまだ5歳と幼かったため、実父の義勝が実権を握ることになり、復権後はたびたび上洛し、京都政局に関与。総督を命じられた第一次長州征討では、その人脈により、最低限の犠牲で長州に恭順をさせるなど、攘夷派一門の重鎮としての立場を確固たるものにした。この第一次長州征伐で、なぜもっと徹底的に叩かなかったんだって意見もあるけど、当時は殿様も下級武士も、庶民に至るまで攘夷ってのは当たり前の思想だったから、それを真面目に実行していた長州に、同情を抱く人が多かったんだよな。一方の持長はというと、隠居はしたものの、藩内での力は保ちつつ、一橋義信らと共に幕政に参画し、将軍家持の信任を得る。後に義信が宗家を継ぎ、15代将軍に就任すると、後を継いで一橋家当主となり、名を徳川持春とした。こうして持長が正式に一橋家を継いだことにより、尾張家中の対立に一応の決着がついたものの、まだ家中では、不意後藤の残党がくすぶり続けており、後に起きた鳥羽伏見の戦いの後、義勝は長命により、家中の砂漠派の一斉粛清を断行している。これは後の世に有名な、青松葉事件として名を残す。まあ、これから政府の大軍が江戸に行こうってのに、その東海道の要所にある尾張藩がきな臭いのでは、危なくてしょうがないからな。そう、義勝はこの粛清後、東海道筋周辺の各諸侯の説得にも尽力し、新政府の江戸進軍があれほどスムーズに行けた背景には、この義勝の功績が非常に大きいのよ。これって、義勝の徳川宗家の裏切りとも取れるけど、義勝にとっては、己の信念に従って、徳川を捕欲した結果がこれなんだよな。
そして義勝のこの行動も、慶喜が恭順の姿勢を示している以上、無駄な争いは避けたいという思いの表れなんだと思うんだよ。一方の松平かたもりと、すぐの弟の貞明。この高須兄弟の諸子の中で、最も聡明だと見られていたのは、七男のかたもりだと言われ、弘化三年、11歳にして実の叔父にあたる、会津藩八代藩主、松平かたたかの養子となり、会津松平家上屋敷に迎えられる。弘化三年って、世の中がまだまだ平和だった頃だから。たった3万石の家の諸子が、23万石の名門に養子入りって、相当羨ましがられたらしいな。かたもりは、小さい頃からお小柄が良い、として、会津家中がざわついたほどの美男子で、それは後に写された写真からも想像がつくわよね。俺、かたもりの写真を最初に見たのは小さい頃だったから、当時はなんだか頼りなさげなイメージに見えたけど。でも、今見ると超イケメンだし、当時の人もこういう顔を美男子だと思っていたって思うと、なんだか感慨深いぜ。嘉永5年、養父かたたかの死去により家督を継いだかたもりは、たまりの真面目の名門の当主として、品川警備、蝦夷警備など、様々なお役目をこなし、文久2年、28歳で突然、世に有名な京都守護職に任命される。頼りなさげな写真のイメージとは裏腹に、藩主歴は他の兄弟の誰よりも豊富であったのがかたもりなんだぜ。この京都守護職とは、文久の改革の一環として設けられた新職で、大阪城代、京都諸子代の上に立ち、京の治安維持、及び、御所の警備などを担う要職だったんだけど、この京都守護職が、まさに火のついた薪を背負うがごときものだというのは誰の目にも明らかであったものの、結局は、大老閣であった政治総裁職の松平春嶽が、会津藩の課金まで持ち出して片森を口説き落とし、家臣の反対はあったものの、片森はしぶしぶこれを受け入れた。京都守護職、会津中将様誕生だな。ここからは説明不要。会津藩は風雲急を告げる京都で、幕府の急先鋒として、新選組などを使って攘夷派の志士を取り締まり、8月18日の政変では、薩摩藩と組んで長州を都から追いやったりしている。要はこの時の活躍で、会津は攘夷派の志士の恨みを一手に買ってしまったわけだ。元治元年4月、この片森に頼もしい味方が現れる。そう、すぐの弟である桑名藩主、松平貞明が、京都諸子代に任命されたのよ。すぐの弟って言っても、片森とはだいぶ年が離れていたような。うん、松平貞明は、警視幼少であった桑名藩松平家に、14歳で養子入りし、当主となっていた、片森の11歳年下の弟で、その4年後の元治元年、貞明は18歳という若年で京都守護職となったの。ちょっと待ってくれ。京都守護職って、奏者番や寺社奉行をやらなきゃってのがこれまでの。まあ、その辺は改革の特例ということなんだろうけど、おそらく片森に最も近い肉親だったことが大きいんじゃないかしら。ともあれ、以後この二人の兄弟は、在京幕閣として、近畿五守衛総督の徳川慶喜と共に、政局の中心として活躍した。この一橋、会津、桑名の三者は、慶喜の将軍就任までの約3年間、事実上の朝廷と幕府をつなぐ、代理政府として機能し、歴史用語として、この権力体制を、一階層政権と呼ぶわ。戦術のように、この一階層政権の強い働きかけで実行された第一次長州征伐は、長兄、義勝の尽力により長州藩の恭順によって幕を閉じたものの、再び尊攘に反論を固め、反幕的な行動をとる長州に、二度目の征討の勅許が下る。ここで尾張藩前藩主、徳川持長が総督に任命されるも、義勝の反対で孤児。尾張藩自体も出兵を拒否し、義勝と片森、貞明の兄弟同士の対立が決定的となる。そして、結果的にこの第二次長州征伐は、将軍家持の死去により幕府軍が撤退し、政党は失敗に終わった。もはや幕府の権威は地に落ち、慶応3年、15代将軍徳川義信は政権を朝廷に返上する。そして、その年の暮れの王政復古において新政府が樹立され、
吉野部の時間のうちが強引に決定する。そしてこれを契機にその翌年の正月に勃発した鳥羽伏見の戦いは、将軍吉野部の戦意喪失により敗北に終わり、吉野部はまだ戦っている将兵を置き去りに、片森貞明の二人を強引に連れて江戸へと軍艦で逃げ帰ってしまう。吉野部についてはいろいろ言われているけど、これはさすがにどうかと思う部分だよな。江戸に着いた吉野部は徹底抗戦を叫ぶ二人を罷免し、遠く府外へされという今まで仕えた者に対する者とは思えぬ扱いを受けることになる。会津桑名は新政府に睨まれているから仕方ないけど、ひどい話だな。こうなってはどうにもならない片森は、結局養子に家督を譲り、謹慎、新政府に恭順を決め、やがて京都に置き去りにした家臣が帰ってくると、彼らに頭を下げ、両国会津へと帰っていった。しかし、一方の桑名藩士は、貞明のいる江戸へは向かわず、藩主不在で恭順を決定し、早々に新政府に城を明け渡してしまう。そんな国元の状態の中、貞明は無楽の行動をとる。なんと、少数の砂漠派の同志と共に金策を行い、兄のいる会津に合流したのであった。国元が恭順しているってのに、殿様だけが徹底抗戦って、若さゆえの過ちってやつなのかな。これ以後の展開は、皆さんよくご存知の通りだと思うけど、結局は新政府に許されなかった会津は、周辺諸藩と共に、大越列藩同盟を結び、あの白虎隊で有名な悲劇的な会津戦争を経て、明治元年、9月22日に片森は新政府に降伏した。この時、貞明も城への籠城を申し出たが許されず、援軍を求め米沢に向かうよう指示された。でも、この頃同盟諸藩はすでに。そう、やむなく貞明は東北各地を転戦し、そして最終的には上海まで行き、帰国し横浜で降伏したのが、明治2年5月20日のことであった。若いってすごいな。よっぽど薩長が嫌いだったんだろうか。時を少し戻し、慶応4年4月11日、江戸は無血開城され、大勢は決した。これに先立って、三男の一橋持長は、当主が不在の徳川家の代表として、田安義頼と共に、新政府に対し降伏交渉に当たり、結果、江戸城の引き渡しと、吉野部の除名、徳川家の存続が決定した。これは、すでに水面下で勝谷山岡らと手打ちが決定していたという背景もあるものの、持長による徳川家、慶喜の除名は、長兄の義勝の内意を受けてのものであり、義勝はこれ以後も、持長を通じて弟たちの除名嘆願へと奔走していくこととなる。さて、最後になりますが、彼らのその後をご紹介して終わりにしたいと思います。最後にしてやっと主題って。長兄義勝は、新政府により功著しいという評価はされたものの、政権には残らず、幼い息子に代わって就任した名古屋地藩士を免ぜられて以降、政界に立つことはなかった。その代わりとして尽力したのが、困窮した旧藩士たちの救済で、中でも特筆すべきは、北海道開拓事業になるわ。つまり、北海道を開発して、旧藩士たちを移住させたと。そう、義勝は旧藩士3名を北海道に派遣し、開発に適した土地を調査させ、胆振の国山古志郡ユーラップ。現在の北海道二見郡にある八雲村の約150万坪を政府に払い下げさせた。こうして明治11年から始まった北海道八雲村の開発により、最終的に同地に260名が入植。八雲にある熱田神宮の分社である八雲神社には、現在、徳川義勝の御事が祀られているという。当時は多くの旧大名家が、藩士の救済のために北海道開発に尽力したっていうよな。それから、義勝といえば知る人ぞ知る、ある有名な趣味があった。それは写真。例えば、この名古屋城も。これも義勝の手によるわ。これは貴重だな。吉野部で知られるように、写真を趣味にした旧大名は多いけど、義勝が写真を覚えたのは、安政の大獄で蟄居している最中と言われ、それは現像液の調合からレンズまで、その子利用は見事なものだった。
江戸、明治と、お城なんかの貴重な写真が多く残るのは、暇になった殿様のおかげとも言えるよな。もしご興味のある方は、義勝の書籍が出ているので読んでみてくださいね。明治11年9月3日、この写真好きな義勝が、自らのレンズ以外のカメラの前に立った。それは御用達の銀座の写真館で、兄弟で記念撮影をするためであった。そう、ここで写した写真は現存する。それが有名なこちらの写真。右から義勝、持永、片森、貞明。これは父義達の17回忌に集合した際に撮影したものであったんだけど。長兄の義勝は、師範寺を免ぜられた後、創生した息子に代わり、再び尾張家当主を務め、戦術の急進の救済に尽力するとともに、徳川家一門の相続長なども歴任した。そしてこの写真を撮影した5年後の明治16年、60歳でこの世を去る。三男の持永は、維新後一橋藩として立藩するものの、師範寺にはなれず、明治2年に廃藩。その後は目立った活躍はなかったものの、小2位まで上り、明治17年に53歳で死去。そして、朝敵の汚名を着せられた、七男片森、八男貞明。この二人は、義勝らの嘆願もあって、共に死一等を減じられ、預かりの上秩序となったわけなんだけど。ただし、これには当然、身代わりになるものが必要で。会津は家老の茅野権兵衛が、桑名は森屋一左衛門が、藩主の責任をすべて背負い、死罪となった。ドラマ白虎隊での、西田敏行さんの壮烈な切腹はすごく印象的なんだよな。二人のその後の人生は、こういった自らのために命を落とした家臣への贖罪の日々であったというも。ただ、対照的なのは二人の藩の処罰の違いとその後の生き方。国元は恭順したものの、殿様が一年以上も抗い続けた桑名藩が、11万3000石から半減の、6万石に減らされただけの処分で済んだのとは対照的に、吉信の、ある意味スケープゴートにされた会津藩の処分はひどく、降伏後、会津領は直轄地となり、実質の取り潰しであった。でも、確か後に復興が許されて。そう、それでも与えられた土地はほぼ作物の取れない不毛の下北半島、砺波3万石という、流罪に等しい苛烈な処分であり、藩士たちは貧困等へ、寒さに苛まれ、廃藩置県後、多くが土地を離れたというわ。こういった経緯からか、片森のその後はつつましく、寡黙でひっそりと質素に生きたといい。そのため、片森の残した言葉や逸話、生活の様子などはほとんど残されておらず、明治13年に東照宮宮司となったという以外、取り留めてエピソードもない。確か片森は、天皇のご神官、ってのを持っていたっていうエピソードがあるな。そう、片森が肌身離さず持ち歩いていたという竹筒には、例の8月18日の政変で賜った、孝明天皇直筆の神官と御製が入っていたんだけど、それが判明したのも彼の死後のことで、松平片森は明治26年、ほとんど何も語らず、56歳でこの世を去っている。敗軍の将は兵を語らずってやつか。でも、自分は絶対賊軍ではないって心から思っていたんだろうぜ。これに対し、西洋に興味を持っていた貞明は、その罪が許されると、洋装を好み、英語を学ぶなど文明開化の自由を生き、明治10年に西南戦争が勃発すると、旧家臣らを率いて、戊辰の仇討ちとばかりに自ら奮戦したというほど、やはりこの殿様すげえな。この功績により、正午位に除された貞明は、明治26年に、兄片森に代わり東照宮宮司となり、それから13年後の、明治41年、63歳でその自由で奔放な人生を閉じた。まさに末っ子にふさわしい殿様だったな、貞明は。といったところで今回は終わります。不幸にも兄弟が敵味方に分かれてしまったけど、皆それぞれの立場で、それぞれの役割を、精一杯やった結果なんだって、これを見てよくわかったな。そうね、今回はどうしても都合上、幕末のお話が多くなってしまったけど、維新後が濃く長いお殿様も結構いるから。まあ、
前回取り上げた徳川家康なんかはそれだけど。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。今回も皆さんのご意見ご要望、よろしければグッドボタン、チャンネル登録などいただけますと大変励みになります。次回はどうするんだぜ、次回は、あの最後の大名。おお、浅野長子とか。ではなくて、本当に、この日本で最後まで生き残った大名、林忠隆を取り上げたいなと。ああ、あの伊庭八のお殿様か。しかし、この忠隆といい、今回の貞明といい、やっぱり若いと後先考えないなって本当に思うお殿様だよな。さてさて、次回はどんなお殿様の命字が待っているのか。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。